フリーフォーオールをプレイしたいと思います。マップはサイドショーになります。はい、頑張るぞー。このサイドショーではね、何度も1位になってるんだけど、最近あのヘビーウェポンとかよく使ってて、アサルトライフル、あまり使ってないんです。今回はアサルトライフルでね、1位を狙ってみたいと思います。はい、頑張るぞー。今回はアキチャで HBR-S3 インサニティエリートで1位を狙ってみたいと思います。はい、頑張るぞーい。人数はちょっと少ねえな。5名しかいないのか。これリスポーンなってんで、ここいねえな。今回少ないの。屋根の上にいんじゃねえ。これ登れんのか。あららら、ダメだったか。ダメだな、もう6球やってんだ。ちょっと早いな。早いね。よっしゃ、リスポーンしたまえ。よっしゃ、リスポーン。おお、結構面白いじゃないか。中にいんな、これな。ちょっと低い姿勢で。結構面白いね。やられた。ちょっと取られてしまったか。ああ、分かった。で、またここでレスポンスんじゃない、これ。おお、結構キョンピョンピョンすんじゃん、これ。ここでレスポンスんだよ、これな。やっぱりフリーフォールはね、あのリスポーン位置を覚えておいた方がいいんでね、かなり有利に戦えるんだよね、これ。中にのこいつ。トップとの差は6キル差か。渡辺真由本来。よし、分かった。あ、ちょっと遠いな。弾ゲーだ。結構追いついてきてるね、これ。よし、いるの。よいしょ。よっしゃ、案外いいんじゃないか。こっちも向こう。
壊された生駒里奈本来と、あともうちょい、いい働、もうちょっと働いてほしかったんだけど、オーバード OK、 オーバード柏木由紀オンライン結構いいかもしれんな、これな。ちょっとあれやってんな、この方がいいか、壊された、今トップだぞ、ちょっとヘイロ爆弾出てるんだこれ、21キロ。22キロ。あともうちょいだぞ。やっぱりインサニティ強いわ。よしよし。今日もピエロ爆弾使おうかな。前回もね、あのピエロ爆弾でフィニッシュ決めたんでね。おお、ピエロ爆弾か。結構なかなか。渡辺真由オンライン。よし、28キロ、あと2キロで俺の1位だぞ。ピエロ爆弾。ピエロ爆弾、今出てないんだな。あと2キロの俺の1位だぞ。おっさんに1位お願いします。リーチ、ちょスナイパーライフル使って1位取ろうかな、これ囲っちゃおうか。リーチ、あ、ピエロ爆弾出てるな。よしよし、ピエロ爆弾出てるな。よしよし、はい、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。ちょっとピエロ爆弾使いたかったんだけど、ちょっと余裕なかったんでね。このプレイカードかっこいいでしょ。これあのオーバードで100キルするとアンロックされるプレイカードです。はい、今回の成績ね、30キル20です。スコア2775でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。7分18秒でね、試合が終了しました。今回の敵プレイヤーさんたち結構とつって、面白かった。ありがとうございました。はい、今回使ったのはね、アキチャで HBR3 インサニティエリートに、アタッチメントはストック、クイックドローグリップ、拡張マガジン、セカンダリーなし。ワイルドカードはパークサングリード2メインガンファイター、パークはライトウェイト、コールドブラッド、タフネスにブラストサプレッサー、スコアストリークは UAV、 機動救援物資、リモートターレットというカスタムでやっていきました。今回ねサイドショーでもう何度目なのかちょっと分かんないぐらい結構1位になってるんでね、あと HBRS3 インサニティエリートではね、久しぶりにフリーフォールで1位が取れて大満足してます。この HBR3 インサニティエリートではバイオラボは覚えてるんだけどね、あと他のマップでも取ったことあるんだけどね、何度か。これ強いんでね、レートが低いんだけど、その分あの命中率が高いんでね、霊力も高いんで結構強引きでおすすめします。好きな武器なんでね、バルニーナもいいんだけど、この HBR3 インサニティエリートも好きなんでね、今後もねフリーフォールでいろんなマップ、いろんな武器でね、1位を目指していきたいと思います。はい、今回はね HBR3 インサニティエリートを使ってサイドショーでね1位を取ることができました。あとね、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。